サラサラ会の三国天武道場でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は軍団戦ダイアリーなんですが、対戦相手が JP となっておりますので、相手の名前とか勝敗等すべて伏せてお届けさせていただけたらなと思います。そしたら始めていきましょう。はい、第一出征です。まずは虎で施設を壊しにかかっております。割と外の方の施設は、おっと、改造投石車が壊しきれませんでしたね。これがどう出るか。投石車を壊すときにここの兵糧庫なんかが壊れちゃいそうですよね。これがちょっと嫌な感じしますけどね。はい、 A 位置にあった金庫も壊れてしまいましたね。これ金庫台が鬱陶しかったな。右でもよかったかな、これ。まあ、それでも割と月栄は長生きするかなという感じですね。で、文を出して、天一主君ですね。そうですね、月栄は生きそうですね。で、天引っ張っております。ここで突っ込まして、本来であればこの時に兵糧庫、失礼、兵医台の方に車が行くような感じで、事前に施設を壊せてたら城にダメージがガンガン入ってたと思うんでね。天意が引きつけてる間にね。これで、文王が早死にしました。で、周囲も死んで、あれれあれれ、あんまり壊れてないぞ。射撃塔は2つ残ってます。片方は壊しました。で、臨機威嚇が発動したという感じですね。ただこれ射撃塔ここに残ってて、2強がくるくる発動してるんですよね。なんでこうなったらもうほぼ取れません。やっぱりその月影閃光の辛い部分が出ましたよね。うまいこといかんかった時のリカバリーが非常に難しい。くるくるさえなければね、なんとかなったかもしれないんですけどね。この太平が撃ってる狼っていうのがことごとく死んじゃってますよね。これで全然城にダメージが入らんということなんですよね。はい、いきなり失敗しちゃいました。情けないですね。そしたら次見ていきましょう。はい、第2出征ですね。かなり武将が外にいますよね。紫龍と紫君が外にいます。これなんで攻めたんやろ、こんなとこ。ここしか攻めるとこなかったんかな。普通は避けたいところですよね、こういう相手はね。やっぱり取れる相手を狙うというのも非常に大切になってくるんで、ちょっとでも苦手だなというような相手っていうのは避けるべきだと思うんですけどね。で、とりあえず援軍は釣りました。この主君に月影がかからんかったら長生きしそうだなと、なんか散歩できる道はできてるなという感じなんですけどね。結構月影閃光だけど実況向きじゃないな。この月影が車ガンガン中に放り込んでいってる間喋ることがないというね。早送りしたのかな、これ。主君がもうちょっとで死にますね。もう死んでくれりゃ一番楽なんですけどね。まだ生きとりますね。けどなんかやれそうですね。そっち行くか。まだ死なないか。割としぶといな。で、この紫龍にやられちゃってますよね、周囲がね。で、さらに文王の方にも行きました。で、月栄もう死んでますね、これね。中入っていっちゃいましたね。文王が割と頑張ってるんですけどね。この、潜伏ついた文王って本当に強いです。はい、ノータが発動させれたんですが、これ月栄ですね。月栄がこう中に入っていっちゃったせいで全体的に壊れてないですよね、施設がね。で、今 75% ですか。まあ大体ね、基本的には、月栄先行をやる場合、武将が全部死んだ時には
破壊率最低でも 90% は超えておきたいかなと思います。しかもこのように、カンストしている相手ということになったらですね、もうますますこんな破壊率では虎にね結構コストを割いてるので、トン公兵とかがあんまいないんですよ。なんでまあここまで施設が余ってしまったらもう無理だなということで、1枚という感じですね。いやーひどいな。ちなみにこれあの走破の予選をやる前に攻めました。なんで、あ、これは走破の予選無理やなというふうに思いましたね。自信は一丁もありませんって最初にユータンがご理解いただけるんじゃないかなと思います。そしたら第3出生見ていきましょう。はい、第3出生です。嫌な位置に人形がありましたね。できたらこの流砲ぐらい壊しておきたかったんですが、壊れるか。お、壊れましたね。なんとかこれはええ感じで施設壊せたんじゃないかなと思います。もう見るからに月へ行きそうな感じで施設残ってくれますってますよね。でさらに、月へが壊しそうな施設のところに金庫とかもないですんで、あ、兵庫壊れたわ。スキルに邪魔されましたね。まあけどあっこまでは入っていかんと思います。で割とちょっと分を早めに出してますね。これはあの瞑想の現れだと思います。ちょっと早めに出した方がタイミング合うかなと思って出してます。もうタイミングが全てなんでね。タイミングが悪かったらその他の武将が生きてくれないんですよね。すぐ死んじゃうんで、タイミングを測るというのが非常に大事になってはくるんですけども、これ周囲が入っていきそうやな。大丈夫か。お、止まった。打てましたねスキル。うん、いい感じですね。こういう感じで推移していってくれたらもう言うことないんですけどね。月影もしっかりと迂回してくれてます。で、ノータカも発動してるんでもう大丈夫かな。で、先ほど言った破壊率の話なんですけど、これももう 90% 超えておりますね。もう最低ラインは十分超えてるんじゃないかなと思います。はい、こんだけ壊れてたらまあ大丈夫でしょう。あとはちゃんと城にダメージが入るように出すだけですね。なんかめちゃめちゃ寝返ってて城があんまり削れていきませんでしたが、まあ取れたという感じですね。で第4出生なんですけども、もうちょっと攻めるところがなかったので次は奪還いきましょう。はい、奪還です。実は奪還ももうここしか行くとこなかったんですよ。なんで相手選べない状況だったんですけど、陣形的には美味しいかなと思ったんですが、援軍が性能士なんですよね。これがいやらしい。やっぱりね、援軍は性能士が一番嫌ですね。入ってないのより性能士が嫌です。で前回の前々回か前々回の動画になるのかな、走破の予選のリップというのをお届けさせていただいたんですけど、あっこのコメントでね、月影封じになんか援軍入れないの流行りそうですねみたいなコメントがあったんですけど、もうね、うちの軍団すでに国戦とかで対戦するときは援軍が入ってないとか性能士が入ってるっていうの本当多いですね。まあやっぱりこれだけ月影先行する人間が多い軍団っていうのも珍しいでしょうから、それは対策してくるよなって感じですね。で武王が頑張れば能高は発動させれそうなんですけど、どうだ、粘るでしょう。強いですよね武王。ただちょっと死んでしまいましたね。でこれ周囲も死ぬんだと。でこれね、城直取りできそうなんですけども、射撃塔がね、でこうやって、太平放り込んだんですが、爆弾で狼がそこそこ死んで、しかも射撃塔が壊れないというね。で中にも入ってきました。壁に穴開いてましたね。でしかも寝返ってるという感じで、これでもうジエンドですね。いやー厳しかったな。まあただこれだけ壊れてるので
背の知らなかったらいけてたかなと、まあたられば言うてもしょうがないんですけどね。まあその性能字が入ってるところに攻めざるを得ない時っていうのは本当に辛いなという感じですね。なんで成績からすると馬かなり鍛えたはずなんですが、かなり悪い結果に終わってしまいました。そしたら次ベストダッカー見ていきましょう。はい、今週のベストマズロさんになりつつある今週のベストダッカーです。僕が、これ失敗した陣形ですよね。主君が外に出てて、主流も外に出てるという陣形だったんですけど、で主君月齢で死んでくれたらなとか言ってたやつですね。でこの壁に穴を開けて、でこうやって弓騎兵出してね、ここ削ってますよね。これは意図があると僕は思っております。はい、上に流したかったんやと思うんですけどね。これも後々のことを考えてこうしてるんだと思います。はい、主君にダメージは結構入ってってますね。おお、もうちょいで死にますね。結構この月への巻き添え攻撃ってえぐいですね。でこれでスキル3回打ってますね。はい、主君やりました、やっちゃいましたね。でこれ上に流していくという意図ですよね、これね。で転移上で右主君で、下分王ですね。で主君はこの位置から出せば、まあこう転移のガードがなくても死ぬことがないということでこっちから出してるんだと思います。あと壊したい射撃と放出塔とかの位置にも注目すると、やはり右側はこうあまり壊したい施設がないので主君の方がいいのかなという判断だと思います。で転移突っ込まして、はい、ノータカも発動しましたね。でまだ虎が追撃でいるんですね。はい、すごいなやはりすごい。なんでこんなうまいこといくんでしょうね、これね、すごいですよね。もう外に施設が残ってるだけなんで、こういう感じで、まとめという感じです。いやー、お見事ですね。で、僕ちょっと前の動画でね、肩を作りましたよね。で、その型通りに最初はやってみてはどうですかというご提案をさせていただいたんですけど、このようにマズロさんクラスになると、もう相手の位置とかね、武将の位置見たりとか、あと施設の位置とか確認して、こういった感じで臨機応変に対応してるということですね。やっぱりこれぐらいにならないと、その走破に出るとかいうクラスにはなれんのかなという気がしますね。やっぱり肩だけではどうにもならんという部分がありますので、あの肩もね、慣れていったらこうちょっとずつ自分的に変えていくっていうことがね、まあ松野さんクラスになれるかどうかって言われたら、やっぱもうここら辺は才能の域もあるとは思うんで、ただ松野さん自身がね、ものすごい努力もされてる人なんでね、まあもしかしたら、まあこのレベルに近いレベルぐらいにはいけるかもしれないんで、頑張ってみていただけたらなと思います。そしたら内田さん前撮ったリプっていうのを見ていきましょう。
はい、いかがだったでしょうか。今回はね、親父さんとひまりさんのリプが3枚取ってくれてるのに、3枚になってなかったという形になっております。パーフェクトというとはなかなかうまいこといきませんね。で、今回ちょっと性能子がね、援軍に入ってたりだとかいうこともあって、先行のリプは少なかったんじゃないかなというふうに思うんですけども、その分ね、地上班の人がしっかりと3枚取ってくださってという形でね、軍団戦戦うことができました。こうやってまあお互いのね弱点を補えるような形でね、これからも戦っていけたらなというふうに思っております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。